今治バイパス、愛媛県今治市、町屋今治バイパスは、愛媛県今治市内を通る国道196号のバイパスである。国道196号は、今治市の中心部を通り、東中予地域の産業、経済、生活を支える大動脈であるが、近年の交通量の増加で、今治市内の旧国道の交通渋滞は慢性化し、歩道の整備も不十分で、 交通事故が多発し、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できない状態であった。今治バイパスは、これらの問題に対応し、地域の健全な発展を支援することを目的に、計画、整備された。これにより、交通量の分散によって渋滞が緩和され、今治市街地の様々な場所へアクセスがスムーズになったほか、自転車歩行者道の整備に伴い、 自転車や歩行者の安全性が確保された。最近は今治バイパスに沿って新たな商業エリアが創出されている。また、西瀬戸自動車道及び四国縦貫自動車道と連携して地域の活性化に寄与することにも期待がかかっている。長沢交差点から田熊交差点までの約1 2トルは新たなバイパス道路を建設し、 残りの区間は原動を拡幅している。旧道区間の大部分は愛媛県道38号今治並方高線に、残りの部分は今治市道に降格した。その後、原動拡幅区間を含め片側2車線への拡幅工事が随時行われ強要している。現在は長沢交差点今治市桜井の区間のみ、暫定片側1車線となっており、 同区間は片側に車線化の工事が行われている。ありがとうございます。